どうも、このまるです。キータロです。今日のキータロ TMI は、まあ、今日というかもう最近めちゃくちゃ寒くないですかっていう。いや、めっちゃ急に寒くなったよね。ほんと急に寒くなったよね。同じこと言う。いや、なんか、マジで、秋どこなんだけどさ。いや、それオタクのおたけびね、AKB48 界隈の。いや、マジさ、いや、ちょっと前までエアコンつけとったんに、なんなら直前まで。うん。いきなり寒くなったね。いや、本当に、なんかさ、服とかもさ、なんかちょっと軽めのアウター、なんかジャケットとかさ、うん、なんか最近やっとちょっとちょいちょい着れたかなぐらいだったけどさ、もう、もう無理だなってなったもんね。そう。そうなん。そう。だからさ、なんかちょうどいい季節が本当一瞬、一日ぐらいだったよね、なんなら。てか、キータロさんなんてさ、こないださ、T シャツにスカーフ巻くやつが好きで、とか言って、今楽しめるって言って、ほんともう終わったね、それ。そう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 。一瞬、もうそんなできんよ、凍え死んでしまう。T シャツまず無理だもんね。うん、もう T シャツで外出られないもんね。そう。だけどなんかしばらくしたらもう、またなんか暑くなったりもするらしくて、どうやら。あ、そうなん？そう。だからちょっとね、気候の移り変わりが激しいから、ね、皆さんも体調に気をつけて。優しさね、我々もね、もちろん。そうやね。うん。じゃあ今日はね、BMSG Fest 2022の9個目の感想について話していきます。いよいよ9まで来てね。いよいよだね。いよいよ、何のいよいよかな、そもそも。まあ確かに、本当終盤ってかクライマックスに差し掛かってるよね。うん。で、前回までは、BE:FIRST ブロックのビトロイヤルゲームまで来てて、で、次からスクリームだね。そうだね。でさ、このスクリームさ、ギャオの方で配信なかったからさ、無料の方で。うん。なんかやっと見れたね、みたいな。そういう気持ちになってさ。ああ、確かにね。そう、やっぱスクリームってさ、最新曲だからさ、うん。なんか比較的こう、うちらが追っかけ出したっていうのもあるからさ、なんか、見てる回数多いというか、今見れるものみたいな認識だったんだけど、なんかやっと出会えたねみたいな。うん、なんか久々の再会みたいな。ああ、確かにそうだね。なんか MV とかさ、ダンプラーとかテレビ番組とかの披露とか見てきたけど、で、サマソニとかも見てはいたけど、なんか確かに久々に出会えた感はあるね。そうそうそう。でさ、今回さ、このスクリーム、見て思ったんだけど、やっぱ何曲か歌った後のやつ、まあサマソニもそうなんだけど、でもなんかしかも夜だからか、うん、なんかこう熱気みたいなものがすごくてさ。いや、そうだね。え、なんだろうね、このなんか圧というか貫禄みたいな。うん。いや、なんか確かにそう、夜だし、なんかその映像とかさ、照明とかさ、うん、その乗ってきた声の感じとか、うん、なんかトータルしてなんか、え、すごい迫力めっちゃあったよね。いや、そう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 。いや、なんかさっきさ、MC で涼希が新人アーティストとは言わせませんってなんか宣言されてたから、やっぱそういう、うん、言ったことにより迫力増したみたいなとこあるんかもしれんね。ああ、そうかもね。確かにそれで一気にね、また引き締まったっていうか、うん、ギア入ったみたいな。うんうんうん。そうだから、格の違い、格の違いって感じだよね。ありがとうございます。I love me. いや、ほんと格の違いっていうかさ、うん、見せてくれてるし、ほんとなんか最高が何なのか証明してくれてるよね。そうだね。壊れるくらいだよね。まあ、好きはない。いや、間違う。続けようとした。いや、から。なんだこれ。いや、そうなんよ。なんか、いや、特に、ね、迫力感じたところが、やっぱまず、ソータの、なんか真ん中に来た時の、うん、圧がすごいダンス。やっぱ、ダンスブレイクのところ。うん、うん。やっぱあの衣装熱いと思うんだけど、もうそんなの関係ねえだからさ、やっぱり。また出てきた。もうポッピーだからさ。うん。いや、まあそれはね、冗談だけど、本当に迫力というか、なんだろうね、うん。いや、表現がすごくて、もうなんか目つきもすごくてさ。わかる。なんかそこも、ああ、やばいやばいと思ったし、いやいや、てかみんなないよ。いや、シュンともなんか汗とかもすごくて、なんか首元とかのなんか艶やかな感じ、顔とかの。いや、なんか、その色気も相まって、シュンとの圧もやばいと思って。うん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 。かと思いきや、もうレオくんの目もさ、うんうん、もうすっごい睨みつけるもんね。いや、そうなん。確かにガッて開いてるよね。そう、なんかね、ガッと開いて、なんかちょっともう、睨みつける、もう、なんかほんと狂気じみた。うんうん。なんかほんとね、目離せなくなるぐらいな視線なん。うん。え、なんかあれか、警察犬モード的なやつだよね、きっとね。いや、そうそうそう。もう絶対探すみたいな。ああ、くんかくんかして、どこどこどこってなっとるやつね。そう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 。それかわいいじゃん。でもなんか、りゅうちゃんのさ、
最初の、ワン、ヒー、スクリームのところも、マジで、ブン、ブン、ブンなに、全然、おっと、ずれないだからさ。いや、そう、めっちゃ振っとるにね。ねえ、いや、すごい。うん、あの、またさ、そこ、やっぱパート的にもちょっとさ、やっぱ、狂気じみたっていうところだからさ、うん、ちょっとなんか、なんだろうね、ちょっと違うんよね、威嚇しとるというかね。ああ、そうな。そう、なんか暴れてる感じがね。で、ちなみにね、あの、ほら、2番目のさ、リュウちゃんパートの、あのさ、セクシーダイナマイトパートだっけなんて言われてるんだっけセクシーリュウちゃんタイムね。あ、じゃあ、スーパーリュウちゃんタイム。あ、そうだそうだそうだ。セクシーダイナマイトはちょっと違うよね。違う。そう、そこのパートも、なんか、今までのスクリームの感じはさ、ほんとなんかなんだろう、やわかのお通りみたいな、なんかそういうさ、シュッとした感じがあったんで。でもこのライブバージョンは、若がいよいよ戦場に出てきましたよ、みたいな。ああ、なるほどね。もういよいよ出番だ、みたいな。そう。だから護衛は大変だよね、若が出てきたから。そうだね。でさ、またリュウちゃんのすごいいい表情見つけてしまって。そう、なんか、シュントくんの、カペアルールはのとこ。まあ、シュントくんが歌ってるパートなんだけど、そこで横に映るリュウちゃんなんかね、一瞬映るんだけど、なんかすごい顔しとって。なんか、見つけてしまったとか言ってさ、どことか言って。見たらさ、目すごいことになったあれ。すっごい。すっごいなんか、そう、危ない目してて、最高だよね。そう、最高なの。髪の毛ももうなんならぐしゃぐしゃで。もうなんかそれがすごくいいのよ。いやだからほんともう、なんかこのステージほんとすげえなと思って、なんか抜かれてようが抜かれてまいが関係ないもん。もう常に最高な感じ。いや確かに。そうだね、うん。なんかさ、うちらやっぱ48畑のさ、やつだからさ、なんか、抜かれてようが抜かれてないが、やっぱりさ、カメラの前でウィンクとかさ、可愛く、ポーズとか、そういうやつになりとるから、そういうことじゃないもんね。そう、抜かれてなくたってね、常に見られてる意識持たなきゃいけないのよ。当たり前ないよ、アーティストは。あ、そうだね。今更なんね、それ。でさ、やっぱさ、スクリームといえばさ、来るぞ来るぞのパートは、やっぱ、両機のさ、うわっのとこじゃん。いや、まあ、音源ね、聞いてるとここまで高くわははではないんだけど、やっぱりライブバージョンになりとるから、やっぱ、すごいの来るぞすごいの来るぞみたいな気持ちで来て、うわははで、来たーってなるよね。そう。しかもなんかちょっと、いつもよりやっぱ高いよね、なんか。うん。ライブバージョンだけど、さらになんか高い BMSG フェスは。うん。最高。いや、最高だよね。なんかちなみにね、その、アハハパートの2時間44分52秒あたりで、なんかストップしてみたら、うん、周りのみんなも結構笑っとって狂気じみた感じで。あー、なるほど。特に顔つき的にはね、シュンとレオ、マナトが、マジで、マジですごいね、口開けて、わはははってしとるん。なるほどね、なんかこう、りょうきくんすごいって思ってたけど、やっぱみんなすごいんだね。うん。いや、ほんとだ。みんな笑ってしかも首ブンブン振ってるから、うん、怖え、なんか恐ろしいわ、なんかちょっと怖すぎて、かっこいいんだけど、なんか恐怖になってしまうぐらい、うん、いいね。ちなみにさ、ちょっとキータロさんあれかもしれんけど、なんか、ウラザファーストのさ、シャープ2でお化け屋敷行った映像あるんだけど、めっちゃ怖がっとったん、シュントとか。かわいい。何にこんな狂気じみてさ、ちょっと脅かすような、なんならね、ちょっとね、うん、こう、脅かすというか、ちょっと怖い感じになってるじゃん。そうね。うん。なんか、本当は怖いくせに、みたいな。あー、なるほどね。怖がらせるのは得意なのに、自分は本当は怖がりみたいな。そう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 。最高じゃん。可愛いね。めっちゃ可愛いんだから今、可愛いってなっとる今。いいわ、いいわ。じゃあ俺もそれ楽しみにしてるわ。ね。でさ、スクリーム終わった後はさ、マナとの MC タイムになるじゃん。個人的にはね、やっぱマナとの MC でこう、マナとが結構映るじゃん。うん。そうなった時にやっぱ、この、トゥルントゥルンの感じ？マナとの。あ、はいはいはい。急に内容じゃなく見た目になって申し訳ないんだけど。そう、びっくりしたの、そこだから。なんか、そうそうそう。なんかちょっと発光してる感じで、ね、マナトの。確かにマナト輝いてるよね。うん。で、なんかそれでいてさ、ちょっと髪もやっぱ汗でさ、少し濡れてらして。うん。いや、とてもね、尊いなと思って、存在が。いや、確かになんか凛々しいってか、やっぱかっこいいよね、マナトも。まあ当たり前なんだけど。いや、そうなん。いや、そうなんよ。マナトってマジでかっこいいよね。うん。いや、わかる。好き。告白。
でさ、その後マナトが、Don't Wake Me Up、 次披露する曲について、ここで盛り上がるから、ここで盛り上げましょうって言って、みんなにさ、うん、笑顔でなんか語りかけるというかさ、問いかけるじゃん、うん、なんかそこの時、ね、そのニコってするの可愛いよね。可愛い。うん、なんかやっぱ夏ね、フェスでいろいろやってきてすごい盛り上がったけど、まあ、ここの BMSG フェスで一番盛り上げようみたいな、なんか、うん、なんか夏の集大成じゃないけどさ、うん、そういう感じもなんかいいよね。確かに。あと可愛かったよね。結局。いや、可愛い。いや、可愛いは可愛いよ。ツヤンツヤンだし。でもさ、そんな可愛いにさ、曲紹介の時にさ、Don't wake me up ってなんかめっちゃかっこよくて、沼ってなったん？沼。わかる。さらっとね。もうさらっとね。そう、かっこいいから。でもさ、ほんとこの Don't wake me up はさ、やっぱマナとの存在感めっちゃ強いから、個人的にはね。うん。うん、歌い出しからまあ最高だよね。うん、いい。しかもやっぱスクリームからの流れもね、確かにめっちゃ盛り上がって、うん、けどなんか違うベクトルのかっこよさ、なんかちょっとね、おしゃれな感じでまた来る感じもね。うんうん。いや、これ楽しいな、ライブで見れたら。いやー、絶対いいよね、この曲。うん。でさ、この曲はさ、途中から、まあ、フロート、トロッコ、カートに乗るじゃん。3パターン言ってきた。なんか、そこでさ、こう、観客のさ、みんなの、このなんか喜び具合とか、うん。そうそう、皆様のこの飛び跳ね具合というか、そういったところもすごい、うん、あ、盛り上がってんなみたいなのを見てる子ね、配信見てるこっちもさ、感じられてすごいいいし。いや、そうだね。なんか、なんならそのトロッコさ、動いてさ、下がさ、もうみんな手、みんなさんのさ、手がさ、映るじゃん、バーって振ってる手が、うん。うんうん。もう波みたいなんだよね、なんか手が。あー、確かに。あ、じゃあ、そういう手の海を、手の海大航海に行かれたんね、つまり。そう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 。なるほどね。ありったけの夢を。ワンピース。しかも、初期の頃の歌。ある種ワンピースだよね。ほら、でもほら、社長さ、トリプル A でワンピースの曲やってたから。あ、そっか。うん、だからほんと、会場もさ、ボルテージ上がった状態でまたこうやってトロッコで来てくれるから、もうさ、もうやばいだろうね。うん、超嬉しいだろうね。ねえ。しかもさ、なんか、トロッコ乗ってる時のみんながさ、なんか、全員発光してて、なんだろう、顔美しくてさ、みんな。いや、いつもかっこいいんだけど。わかるわかる。え、なんか、どの角度も、いつ見てもスーパーイケメンじゃんだなって。いや、ずっとかっこいいよ。でもなんか、あるじゃん、映りめっちゃいいみたいな時ってあるじゃん。わかるわかる。そう。またさ、リュウちゃんがさ、本当に、本当に可愛いよね。そうだね。なんなんかね、リュウちゃんって。やっぱめでる対象だからさ、どうしても若といえどね、うん、そうね、なんていうの、てかさ、みんななんよ、みんなさ、やっぱその近くに、意外と近いって言ったじゃん、あの BE:FIRST TV 特別編で、うんうんうん、そう、だから本当に顔見えるんだろうね。うん、そうだね。だから本当意外に見られてるし、見えてるし、だって結構そのファンさっていうかさ、なんか何かやってる、うん、なんかそのファンの方の方を見て何かやってる表情とかすごい見えるもんね。うんうん。ちなみにさ、最初のジュノンさ、カート乗った後さ、うん、その手すりにちょっと、もたれかかるっていうか、なんか、肘というか、腕ついて、うん、なんかほんと、近くの顔ちゃんと見て手振ってるみたいな感じがあってさ。あー、確かにちょっとなんか乗り出し気味でね。あ、そう、乗り出し気味って言いたかった、ありがとう。はい。いや、なんか絶対、絶対、可愛い、来たってなるよね。いや、そうだね。いやー、これはもうやばいね。乗り出されて見られたらやばいね、うん、もうキュンとするわね。うん。でレオくんはさ、ほら手めっちゃ大きく、こうなんかリズム乗ってみたいな感じの動きとかしててね、うん、先導ワンちゃんそうだねこれなんかたまにさ、ワンちゃんさ、そのカートみたいに乗るやつあんねかなんかあるかんかな、わからんけどカートに乗ったワンちゃんとかおんねかああ、あのベビーカーみたいなってことだよね。そう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 ガラ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 の乗ってらっしゃるワンちゃんのこと？そう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 。そういうことか。お散歩？お散歩？お散歩な。かわいいでしかないじゃん、じゃあ。いや、めっちゃかわいいよ、だから。いやー、でもほんとさ、その結構その、もう夜だからさ、そのゴンドラに向けてライトとか照らされててさ、うんうん、で、ファンの方たちの顔とかもさ、結構ライトに照らされてよく見えるんだけど、もうすごいね、うん、皆さん幸せそうな顔してて。ほんとだね。うん。いや、こっちまでなんかほっこりするっていうか、幸せな気分になるんよ。いや、わかる。多幸感だよね、これもね。うん。で、その後はさ、アルバム収録曲のメッセージじゃん。そうだね。
や、このまた、ここで、ラブソング来たと思ってさ。ね。いや、そうなん。ここでさ、この可愛い曲来るからさ。うんうん。しかもトロッコで。うん。いいよね。合っとるよね。そうなん。なんかさ、ちなみにさ、そこでさ、ジュドンが、なんか目を見てみたいなパートがあるんだけど、そこで目をさ、うん、こう見てみたいな仕草をして、歌ってるのがめっちゃ良くてさ。で、その後なんか、お客さんに向かってニコって微笑む。ああ、わかる。そこいいよね。で、その後さ、まだある。その後ね、うん、なんならね、もちろん歌うパートじゃないんだけど、めっちゃ手振ってくれてて、いいな。そう、ほんとこの曲さ、ジュノンのなんか声、まあジュノンどれもうまいんだけど、なんか合うよね、この可愛い曲にさ、ジュノンの透き通る声がさ、なんか響き渡って、そう、ほんと幸せな気持ちになる、これも。確かに、てかさ、ジュノンの声ってやっぱ不思議だよね。なんか殺傷能力高いとかさっきまでさ、前回まで言ってて、うんうん、ね、タイガースタイルとかもそうだしさ、うん、めっちゃオラついたのもめっちゃかっこいいに、ラブソングはラブソングでなんか、合うからもうなんか、なんなんみたいな。そうな、変幻自在なんよ。どういう武器なんだから。まだ言っとる。そう、だから、そう、武器だけど、なんかスイーツにも変化する。むずっ。その例えむずっ。人に言ったごめん。いや、私的にはね、もし弓矢だとしたら、扱う弓の、その種類が違うみたいな。ああ、なるほど、なるほど。だ例えば、ハートがついてるさ、キューピット的なさ、弓かもしれないし、時には、めちゃくちゃこう、だから毒ついとる矢とかか。なんかそういうさ、毒矢みたいな。ラブリーな弓にもなるし、みたいな。そうそうそう。たまに炎ついたりとか。そういう感じかね。とか言って、納得してた。うんじゃないよ、マジで。ね。でさ、次、キックスタートじゃん。で、まずこの曲さ、この曲ってなったよね。わかる？いやー、この曲はね、この曲だよね。え、そう。てか、うちら知らんくてさ、そもそも。なんか、噂にはね、まあ、聞いてはいるけど、なんか、詳しくはね、わかんないもんね。あ、そう、だから、クリエイティブ審査のやつが、BE:FIRST バージョンであるやつはこれですねってなって、いやー、またエモいの来たなーと思ってさ。ねえ、わかる。なんか、ほんといいよね。やっぱ、トラックがさ、もう、耳馴染みあるからさ。もう、それだけでもすごいグッとくるよね。ねえ。でちなみにさ、まだトロッコ乗ってる時さ、最初の方でソータとリョウキが肩を組んでさ、歌うのもすごいいいし、で、その後、レオくんが歌う時に、後ろでジュノンが、レオくんの横から、ひょい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 って、なんか、左右から出てくるジュノンめっちゃ可愛い。わかるわかる、ぴょこぴょこってね。そうそう、ぴょこ、ぴょこ、ぴょこぴょこジュノンね。言えてねえ。しかもぴょこぴょこ、あ、言えてねえわ、俺も。で、そこでさ、その後さ、シュントのパートになった時にさ、ずっとシュントね、後ろから私ずっと気になっとったん。うん、あれこれ、めっちゃかっこいい先輩おると思って。わかる？なんかさ。わかる。寄りかかった先輩に手すりに。そう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 。先輩って叫びたくなるような先輩おってさ、後ろに。わかるわかる。だからその先輩のパートになった時にさ、マジでこっち見てくれてさ、マジで。でさ、結構カメラも割と寄りというか、てか近づいてくれるじゃん、どっちも。うん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 。で、ピースしてくれてさ。そう、かっこいい先輩、最後にピースするもん。そう、しかもその後、離れたと思ったら、またさ、ほら、お得意のニヤつきのさ、先輩になってさ。もう、先輩でしかないよね。先輩、しかも先輩めっちゃ発光しとるん、これ。わかる。ね。めっちゃさ、すごいね、もう、白くてさ。めっちゃなんかもう、ほんと輝いとるんよ。ねえ、めっちゃ輝いとるね。うん。いや、なんか、ちょっと今、先輩のおかげで今さ、学生時代戻った気持ちになった。ありがとうございます。シュント先輩。久保先輩久保先輩え、待って。え、48にやったよね、なんかその先輩。竹内先輩だっけ？竹内先輩。何の曲マジで？ラービューだよ。ちょっと好きだから結構俺、竹内先輩。竹内先輩ガチ勢がおった。でさ、みんながさ、トロッコから降りてきて、シュントの MC タイムになるじゃん。うんうんうん、そう、音はずっと、ポンポンポンパ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 ンみたいなのがかかったまま。うんうん、でそこでシュントがさ、まあなんか、もう噂されてたやつではあったけどさ、うん、7年前にAAA の旗振りの子として出てたっていう、そこから同じステージに7年後ここに立つっていう、なんかみんなすごいエモいみたいなこと言ってたけど、そこについて触れてくれてさ。ね。そう。で、しかも、
なんか7年間はまあ一般的には早いかもしれないけど、僕的にはそんな早くもなくみたいなこと言ってたけど、うん、10代は早くないよと思ってすごい、うん、10代の7年重いよみたいなそうだね、すっごい長いよね。いろいろあっただろうしね、やっぱシュンともね、なんかさ、それでさ、すごいみんなにここに早い、こんなにも早くここに連れてきてくれてありがとうございますとか言ったり、そう感謝を述べてさ、最高って言ったり、すっごい可愛いんだけど、なんかこの時はああよかったね、ほっこりみたいな、そういう気持ちになってたんだけど、もうさ、ごめん、シュンとの話もう先にさせて、うんうんうん、もうこの後の曲のさ、グレートフルペインでさ、シュントのパートになった時にシュントがもう感極まってさ、ねえ、そう、うってなるやつ、どうなっとるの、あんな泣くよね、あんなめっちゃもう大号泣だよね。いやもう私ここら辺からそのシュントのそこで、あ、これダメなやつだと思ってすぐブワーって泣いたよね。わかる、もうほんと声詰まったとこからもうね、うん、あんなさ、イケボもさ声震わせて、うんうん、そう、いや、そこでもさ、でも必死に歌おうとしてる感じも、その感じもやばくて、うん、うん、もうそこはちょっと本当にグッときたね。ね、なんだろう、そのさ、例えばこの MC のところで割とさらっと言ったような印象だったよ、なんなら、うんうんうん、でちゃんと伝えようみたいな感じで、まあさらっとではないけどちゃんと伝えてくれたけど、うん、でもなんか個人的な思いも含めてとか、いろんな思いがさ、やっぱなんかそのあったんだろうなっていう、なんかなんだろう、曲もエモいしさ、このキックスタートもすっごいエモいのに、うん、その次の曲もエモエモのエモだからさ、うん、それはどんどんこう来るよなと思って。そうだね、流れも完璧だし、やっぱ本人たちの思いもやっぱそこに乗るよね。うん、うん、いやー、だからこのなんかここら辺がグワーってこうなんかあーやばい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 ってなったもん、ほんとシュンとってなったからね、シュンと。いやもうほんと、うん、いいね。いや、最高だね。てか、ちなみにさ、その、シュントが、その、泣いてしまったところのところの後、うん、レオくんがさ、歌い終わった後、ポンポンって、なんかちょっと優しく手を差し伸べててさ、なんか、そういうのめっちゃ良くない？もう大好き、そういうの。ね。アツコの卒業発表の時の高見菜みたいな感じでいいよね。肩に手置くやつ、それ。そう。でもレオくんも肩に手を置いてるから。いや、そうだね。しかもなんかそのさ、わかんない、この引きで映った時の感じしかわかんないけど、なんかレオくんは、なんかシュントの方見ずに、手だけパンパンってやってる、その感じもいい、なんか。ああ。なんか、まっすぐ見ながら、手だけ添えるみたいな。うん。そう、いや、いいね。ね。いや、これ会場にいた人たちやばかっただろうね。いや、これもう泣き崩れるやつだよね。うん、いや、シュンと推しの方はさ、もう膝からこうガクガクガクってなるしそうだよね、もう。うん、なると思う。うん、それぐらいちょっとやっぱ感動的というか、どうしてもやっぱシュンとのいろんな背景とかさ、なんか思い馳せてしまうよね。いや、そうだね。うん。で、以上でね、今回は。ちょっとシュンとのパートというなんか謎の感じの終わったけど、まだね、ジュノンのほら、うん、MC のところもあったりするから、そこはね、次やっていこうかなって思ってますと。うん。てか、あとね、そのグレートフルペインに突入したあたりが、そろそろ、もう、私すごいいっぱい泣いたなっていう記憶あるから。うん。なんか俺なんかこの辺も頭痛かった気するもん、なんか。わかる。泣きすぎて、なんかそう。眉間の方がなんか痛かった気する。なんか。いやー、なんかちょっとね、うん、グレートフルペイン一曲で終わったら怖いな、みたいな。うんうん。確かに確かに。まあまあまあ、でもね、まずはね。まあだからさ、次のうちらの感想が楽しみだよね。そうだね。